自分の思う通りに何でも物事が運ぶと思ったら大間違いなんだぞ。誰よりも何よりも自分が好き。自分の世界の構築には努力を惜しまず、いつでもハラハラドキドキしてないと気が済まない。見えっ張りでカッコつけて孤独が好きなくせに、みんなに愛されていないと寂しがる。君の心象風景は手に取るようにわかるさ。だから余計に頭にくる、目につく、鼻にくっつく。いつでも今日のこと、瞬間を生きてるって言ったらかなりかっこいいさ。でも俺にしてみりゃただの考えなし、怖いもの知らず、恩知らず。昨日お前が言ったことと今日ちゃうねん。昨日お前に何があったか俺知らない。でもお前がイエスタデー歌いながらバンジージャンプしちゃうような女だってことは嫌ってこと分かってるんだ。つまりあんまりいろんなこと気にしないんだ。そのくせ私のことを勘違いしてないなんて宇宙に入っちゃうようなこと俺に言ったりする。はっとしてベッドからぴょんと飛び降りたかと思えばキッチンで物音覗いてみれば、あんたの過去の女のリミックスでもバージョン違いでもない、私は私よ、ちゃんと見ててくれなきゃ嫌だかんねって、うんち座りにオレンジシャーベットかっこんで俺を睨んでる。お前ははっきり言って気まますぎる。許せない。俺にこんな変わり身早くていいんか。何、人間は日進月歩変わっていくのが常だ、だってどう月歩してるのか説明してくれよ。俺に納得いくように説明してくれよ。お願いだからよ。外は雨降り、俺の心は雨漏り、あーまんま俺めめし。おい、親父、親父聞いてんのかよ親父。俺な、最近生と死の狭間にある中途半端っちゅう苦しみをひしひし味わってんのよ。つまりさ、生ぬるいの、わかる？世間は非常に生ぬるいわけ。あ？す。あ、北さん。お、北さんが来た。なんて。何吠えてんだよマサル。あ、だから。思ったことをさ口に出すね。本日の稼ぎ締めて380円。まあまあかな。まずいつの間に来てんだよ。あ、スナック秋のママ。こんばんは。こんばんは。あれ、キタちゃん締め切り上がったの？ドキ。あ、ママ。バス内のグリーンマネとチーカマあるかな。あるわよ。あの芝漬けありますかね。もちろん。あ、着いた。おお。ちゃんがぼっこ、チンチンだ、いい感じ。俺たちアルチューが飛んでたい。着いてるぜ、まったく。人形やめてよ。六七は大当たり。やっぱり自分は信じるためにあるんだな。なあ、タツ、お前もそう思うだろ。ああ、ヤスさん、まるで夢見てる感じだってよ。お前みてえにな、天ぷらそばも残り三分と汁になったところで、とろろと月見もよかったかななんて考えちゃダメだぜ。なんでヤスさん、そんなことまで。顔見りゃわかるってんだ。
さすが乗ってる人は違うね。なんだよ。ああ、その調子で、今のこの状況、小気味のいい切り口で一つ、説明お願いしますよ。ん？まあそれはお前、こういうこともあるってことさ。お前をギリギリまで愛し抜くために何度も何度も俺の心は死んだ。この身を引き裂かれてもお前を感じていることを選んだってわけ。今まではな。あら、4号棟の長谷川くんよ。あら、ほんと。そういや、昨日緑ちゃんと喧嘩してたわよ。何またそれで、いつものあの悪趣味バンジーってわけ。楽しみすぎよ。それに何あのクマ、一人で飛べないのかしら。でも今までと今運命が同じだなんて誰がわかる。実はこの俺だって半信半疑なんだぜ。この縄についちゃな。少し不幸の方が好き。少し苦しい方が好き。確かにそう言ったけど、つらい。全くつらすぎる。愛する友よ、お許しください。10年目の裏切りをお許しください。私は行かねばならないのです。友よ、大志を抱け。大海に泳ぎ出せよ。あなたの宇宙でいつかまた会える。そう約束してください。そうでないと辛すぎます。そうでないと私は辛すぎます。そうでないと私は辛すぎます。いくら言っても信じてくれないんだね。当たり前でしょ。私、言葉なんて信じないもの。本当言えば、このキスだって、愛撫だって、見つめ合う眼差しだって、みんな幻だっていつもそう思うの。一秒の永遠だって。信じられるのは、あなたを大事にしている私の気持ち、あなたを愛している今の自分、
またそんな実存しちゃってさ。俺だってそうだよ。愛してる。真似しないでよ。真似なんかじゃないよ。一秒の永遠だろ。もういいよ、バカにして。あ、見てごらん。また看板ジジイの仕業だよ。ほんと、相変わらず神器臭い。そういえば、お前この間あの看板の前にいなかったか？なんで私が。知らないわよ、あんな蹴っても倒れない看板なんか。みきちゃん、ねえみきちゃんってば。なーに？ねえ知ってるだろ、俺朝は NHK だって。はいはいはい。8時のニュースです。何よ、今朝見てもないくせに。はいは一回、とんでもって俺は聞いてんの。通勤途中、自宅付近の路地裏でやたらと情熱的な3人組に取り囲まれ、問答地獄に遭うという事件がありました。質問項目は70項目にもわたり、なんでお前は生まれてきたのかから始まり、お前はどこから来てどこへ行くのか、何か一つだけ持って旅に出るとしたらそれは何だ、などと熱く問いかけ、それに対して答えがくだらなければくだらないほどグループは嬉しそうに規制を上げて喜び、真面目に答えればクールになり、わからないなどと答えを放棄してしまった日には悲しい顔をし、重苦しくやるせないムードを朝っぱらから勝手に作り出す無差別行為でテンションを狂わせています。なおグループは弁天川を東へ猫神方面に毎朝移動出没している模様、当局ではその消息を追っています。あ、では次のニュースです。南米エクアドルのガラパゴス諸島で海ゴジラを乗せて泳ぐゾウガメラが発見され、世界動物保護団体以下関係者を沸かせています。調子の良い世界平和協定機関はその微笑ましい光景に平和のシンボルとして推奨することを決め、昨日26日曲のおかげでつい寒い気分になっちまった。ごめんよ和江、父さんと母さんとばあさんとお前をぶっ殺して泣いていたんだ、頭ん中で。そうあくまでも頭ん中の出来事、許しておくれ。俺の見解じゃ俺は悪くねえ。この曲のあのテンションが俺をそうさせたんだからな。とりあえず責任はこの CD に取ってもらおう。レンジで温め13分、どうかな。ところで、あ、カズエ、頭なんだけど、なめんなよ。君と会うときはウィリアム・サローヤンの晴れた午後にしたいよ。私に懲りた男の捨てセリフ。案の定別れちゃったのはラディゲの嵐のよう。どうやら私のテンション女優向き？でもさ、一回しかない人生、何度も死ねるもんなら死にたいわよ。ただいまハマっているのは金髪万華鏡。ちょっとエッチなの。若い娘が一人で、あーもったいない。誰か私のバス停に泊まらないかしら。
修理不可能故障見限り日昨夜0時52分起動年月日1995年9月12日から2年と1ヶ月耐用年数約7年と信じていたのに案外持たないものね。月水金はまだ燃えられる。火はもう燃えやしない。木はまだやり直せる。でも私日曜日に捨てられた。困るのよねと町内会のおばば、しかも電柱の左側と目くじら立てて、砂ほこり舞う毛の少ないほうきの掃き掃除、フィニッシュの膨張ネット、なんでもいいけど私捨てるより捨てられる美学持ってる。それでもまだあなたを愛しているっていう。誰か拾ってもよくてよ。おじさん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 、天才仮面一つちょうだい。お、坊主渋いね。で、どんな顔にする？絶対見破れないやつ。これ、これかな。お目が高い。ボカ負け犬一匹。くぅ、黄昏れちゃうね。待ちぼうけパーティー券3割引きで3500円、時間つぶしチケットは半額で2000円だよ。俺ハイパークリアビジョンあさってかな。1回100円ね。ねえ、人生止まり切っておじさんのこと。休憩3800円、宿泊9800円。へえ、サービスいいの？ワクワクある？君メリーゴーランドは好きかい？お、魚お若いな。は？僕ですか？そうそう、あんただだよ、お若いの。いや、顔見た瞬間から俺あんたに声かけようと思ってたよ。はあ、南の東といえばわしのことじゃよ、お若いの。なあ、ちょっと洗濯でもやってかない？ここのランドリー、左奥のあの洗濯機、洗濯1回8000円じゃよ。は？まあそんな顔せんで話は最後まで聞きなされ、若いな。あんたのその薄汚れたシャツから最後の1枚まで突っ込んだ後、ほれあの扉わかるかね、若いの。はあ、あの扉から出て壁伝いに左、傾いた赤色のドア、情に熱いいい子がおるよ。洗濯は30分、ブザーが鳴るまで。ドアの向こうの束の間のロマンス、命を洗うわしらだってまだまだ捨てたもんじゃねえ。あ、お若いのあんたも洗濯好きだろ。キプロス共和国は地中海に浮かぶ島、一年を通して気候は温暖、魚やフルーツなど食べ物も美味しくて、一見とても良い町です。本日の降水確率 0%、
50年来の異常気象で水不足。今日のトピックス、森田さんのお元気ですか。エチオピアのザカル一人立ちへの試練。スチュワーデス売春組織、私たち脱いでもすごいんです。女間プレイのできる店、白客合う03、あー行くよ行く行く、漢字もスラスラ、嬉しい嬉しい。ところで女ひでりってなんだろう。歯磨きはアクアフレッシュ。何しろラッキーカラー3色入りだからの。食事は下もも三頭筋を多めに。あんたの軟弱な魂にカツが入って吉じゃ。語学系だったかの。机は北東に、顔は南向きで、足は当然西向きじゃよ。気分転換はパンダの着ぐるみ、いちごチョコ、愛らしさを忘れずに、変態性アップ、説得力ゼロ。しかし、いいこともあるやもしれん。ところで村田さんでしたかな。ウサギは鬼門ラインで飼育すると仕事運下げるじゃよ。気をつけなされ。では、今回は以上です。別に人生頑張らなくてもいいんだよ。3000円です。どうもありがとうございました。路地に迷い込んじゃったみたい。でも行かなくちゃ。この迷路のようなこの街を、僕はどこまでも楽しいことにしておける天才的才能の持ち主だもん。大丈夫。いや、これは干渉の入り口、黄昏の曲がり角。ああ、やめて、誰か、誰か。そういうのって苦手。助けてくれたのは、道端でうんこしているおじさん。そうそう、こういうの、こういうのなんだ。でもって、子供の通り道を行こう。もしかしてこれが、どこまで楽しいことにしておけるかのしごき的実験だったとしても、僕は負けない。あ、おじさん、ちゃんと紙も持ってるんだ。裏路地4丁目。ここがオイラにふさわしい自殺の場所。夕暮れ4時44分44秒。等身大の時間。正直屋の角から円蔵の家の前で絡んじゃってる電線の影。影にて首吊り。さすが守くん。どうこう。開いてるよ。マジだよ。
こえてくるのはステラ、俺を笑ってさよならさせてくれる死のメロディ。あ、遺言はさっきミチコに渡したかんな。カンオケにはチョコパイとピカチュウふりかけ。動機？バイオハザード2。動機はたわいもなくて、しかし納得しちゃうのがかっこいい。X のやりすぎとか、ピカチュウのペンダントに、クレヨンしんちゃんの漫画全巻、間違いじゃなくてコカ・コーラ1年分、焼肉はカルビ、フリスビー、何倍だ、ブラックスパイダーのミニ四駆、自分のメモリーカード、以上。なんだってんだよ。だからってなんだって言うんだ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 。だからって何だって言うんだ。だからって何だって言うんだ。だからって何だって言うんだ。あ？だからって何だって言うんだ。なんだって言うんだ。え？だからってなんだって言うんだ。わおのエントロピーは常に増大し、新たな秩序があなたに向かって運動しています。はじめまして、6階のお嬢さん。ビルの陥没が運命の出会いと信じています。こんにちは、7階からやってきたお兄さん。私は愛の言葉と陰陽句に飽きてしまった女、私はミノムシです。はあ、時々こうして風に吹かれていますが、あまり気になさらないでくださいな。そのうち出てきます。それまで待てますか。ということに考える必要はない。たとえ世間に後ろめたくても、
ヘドロまみれであっても、そこには社会的観念や道徳的指導なんてなく、ただ心地よいという真実で塗り重ねられた完璧があるだけだから。もしもし、お嬢さん、この船の行き先はどこですか？あとほんの30分でポルトチーノでございます。世界一美しい細く曲がりくねった海岸を持つ港町です。途中マルガリータ海岸では涙に霞む夕日がご覧になれます。ねえねえ彼女、何をぼんやりしてるんだい？カモメがね、魚をついばんだのよ。あ、あれ、ほら、もしもし、メイドさん。はい、何でしょう、旦那様。私は腹が減った。まあそれは大変。でももうすぐサンセットデナーのお時間ですよ。ところでヨネヤ。はい、あなた。わしのメガネなんじゃけど、知らんかね。多分きっとジェノバの丘にお忘れになったんですね。自転車はパンク。そうだ、ストムを。え？電話料金延滞中。隣の兄さん。あ、おっと、こないだのあの事件。気まずい。タクシー？そんなのあたいじゃない。よし、決めたぞ。路地裏放射5号線。犬はいない、猫が1匹いるだけ。急げ急げ、乗り切るイメージそのものだ。俺は常々疑問に思うことがある。朝の4時から5時の間、うちのトイレの水が流れないのはどうしてだろう。外に出ると路地裏の七不思議、枯れない水たまりがあるのはなぜだろう。
ちょうど小一時間の出来事。鳥たちが集まり、猫がどこからともなくやってきて、それぞれの時間を過ごしている。そしてどいつともなく去っていく。まるでサラリーマンのスタンドコーヒーみたいに。わからない。俺んちとなんか関係あんのかな？あの青い時間、リセットの時間に、街が歪んでいるとか、いないとか。俺の考えすぎ？はぁ。一度水道局に行ってみようっと。繰り返しの中に見える全く別の何か。ピーター、そこの醤油取ってよ。それは見えたかと思うとすぐに消えてしまう。秋ナス、ほんとおいしい。意地悪く見張っている意識が、ナス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 。それは決してナスではないが、おいしい納豆。しかしそれは紛れもなくナス以上でもナス以下でもない。あー、お腹いっぱい、眠くなっちゃった。全く別の何か。ねえピーター、あたし海に帰りたい。海ね。なるほど。完璧はこの瞬間に詰まってるんだよ。私たちに未来がないって言っても嘘じゃない。風が吹いて目にゴミが入りそうになった。あなたがどうであっても、私がどうでも、誰がどうなっても、この風は遥か遠くまで吹いていく。何にもお構いなしに。あ、いや、また風。目をつぶるのと一緒に繋いだ手に力が入ったの。ただそれだけだったのに、あなたは強く握り返した。